タケル選手対陽気っさだユッタチョンブリー選手の試合です。2019年3月10日埼玉スーパーアリーナメインアリーナで行われた試合、 K1 対ムエタイの現役王者対決として注目され、 K's フェスタ2のメインイベントとして行われた一戦です。両者は緊張感のあるハイレベルな攻防を見せ、最後はタケル選手が KO を負けしたことがない陽気っさだ選手を KO するという劇的な幕切れとなりました。日本 VS 世界7対7、いよいよ平成最後の K1 の戦いです。タケル対陽気っさだユッタチョンブリ。この試合は K1 ルール3分3ラウンド。平成の時代を彩ってきた K1。平成3年に旗揚げしたのが K1。くしくもその年、平成3年生まれのタケルと陽気っさだ、平成を締めくくるファイナルマッチ、最強の名をかけて激突します。でも久松さん、一、はい、つミスをすると命取りですからね。タケル選手もだいぶ体赤くなってますからね。ですね。ワンツー、うわストレート来た、ついに今タケルがニヤッと笑った後でした。ちょっと聞いたか、ちょっと嫌がってきますよね。ロッキックですか、はい、インド、うん、さあ残りが50秒来ています。インド、これを嫌がっているか。陽気さだ、陽気さだが少し嫌って回ります。右からパンチ、飛び込んでくる膝、これがありますね。ローキックだ、来た、来た、いいな、来た、不動心が倒れた、倒れない男を倒したマサト。残りは27秒あります。ダメージありますね、ありますね。さあ、これで蹴るか、右、強烈、強烈、倒した、K1 のエースがムエタイ最強を沈めました。タケル選手の KO 勝ち。さあ、タケルが平成最後の夜12番。はい、タケルです。この賞をいただいてすごく嬉しく思います。僕自身は去年は怪我をして、年間2試合しかできなくて、僕の中ではすごく悔いの残った1年だったんですけど、3月の試合がこうして評価してもらえて、対戦相手の陽気っさだ選手も僕がずっとちっちゃい頃から憧れてたラジャラムナのチャンピオンということで、そのチャンピオンと戦わせてもらえて、そこで勝つことができたんで、それを誇りに思って今年はMVP を絶対取れるようにまた頑張るんで、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。江川祐希選手です。おめでとうございます。ご登壇ください。パワーオブドリーム江川祐希選手は1月にクラッシュフェザー級王座を獲得して初防衛にも成功。11月の第3代 K1 フェザー級王座決定トーナメントでは全試合1ラウンド KO で優勝を果たしました。 K1 とクラッシュの2つのベルトを獲得し、圧倒的な強さを見せた江川選手が2019年の MVP となります。K1 ワールドグランプリ第3代フェザー級王座決定トーナメント1回戦第3試合、左側21歳パワーオブドリーム所属江川祐希、
15戦目、対して25歳の60戦目スペインからホルヘ・バレラ。前蹴りで突き放す江川、バックスピンキック、さらにワンツースリー、左ボディ、ボディも効いた、ここですね、いや江川すでに前に出てくる、バレラにも一発、腰から崩れそうになってくる、フリーにつなげて、優勝候補、放送席のお二人、限界が出ちゃってますからね。パンチとインロー、そしてスネからはこれ出血がだいぶメイヤーは見られていますね。これあれですね、多分、はい、フル傷ですよね。開きましたか、バーンスピンキックで兄貴分の武井良樹を見るようだが、いやいや違う、これは自分の仕事、関根さん、最高の一発見せました。いや、笑顔強いわ。強いですね。今の後ろ回しにかかとがめり込んだんじゃないですか。ただの試合、エジント二段の膝。いや、でも今手でカバーしました。あ、そうですか。取らなかったですよ。ボディーだ、ダブル左、アッパーから左右のフック。すごいですね、行ってますよ、いきなり。倒しに行ってますね。行ってますね。ボディー、すごい連打。左顔面につなげてきた。ローキック、いいローですね、効いた効いた効いた、強い強い、これ何ですか、ダウンはローキック、ボディボディですかね、顔面もちょっと行きましたね、もう全て痛かったんじゃないですか、ね、全部、パワーが違う、さあ決めるか、早くもハイキック、カーローキック痛い、ローキック効いてますね、キックリーダー花田、もう笑顔が21歳笑顔、強いですよ、ええ、全員強豪外国人選手、はい、すごい、いや申し訳ないですけど笑顔とやると相手が弱くなっちゃいますね、はい、完璧でしたね、いや本当に強いですね、さあ満面の笑顔です、瀬川祐希、こんばんは、足立区でおなじみパワーオブドリームの江川祐希です。まずは数たくさんいる選手の中からこのような賞を選んでいただき、大会関係者の皆様、そしてファンの皆様、ありがとうございます。2019年は、クラッシュのベルトに続き K1 のベルトを取ることができて、格闘家人生これ以上ない飛躍の年になることができてすごく嬉しく思います。ですので本当今年今回この賞が取れなかったら、自分はこの賞はもう取る機会はないと思ってたんで、本当にすごく嬉しいです。これからは K1 の選手ではなく K1 の顔としてこの大会を盛り上げられるようもっともっと努力していくんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。